いいね、これでかいね。はい、皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はですね、こちらインペラトールホサクワガタのですね、成虫の掘り出しをね、1匹、それからね、幼虫の割り出しをね、していこうかと思います。でこちらですね、パプアニューギニアに生息しているですね、インペラトールホサガクワガタ、キクロマトスっていうね、ホサガクワガタの仲間ではね、大型の種類になります。この個体はですね、今年羽化した78ミリの個体になります。そんなにね、78ミリっていうと大きくない方なんですけどね、まあとりあえずこのくらいになってくればね、見れるかなっていう大きさだと思います。80オーバーの個体もね、羽化したんですけど、顎がね、ずれちゃったりしてね、あと色がね、そんなに良くなくてね、こっちの方が色がすごく良くてね、最近じゃないや、今年羽化した中ではね、そこそこお気に入りのね、1匹です。それではですね、最後までよろしくお願いします。あとね、すいません、ちょっと鼻声ですけどね、頑張って解読して聞いてみてください。それでは始めていきましょう。はい、それではね、掘り出しの方やっていきましょう。もうね、この容器っていう時点でね、もうそんなに大きくないのがね、もう分かりきっちゃってますよね。ちなみにですね、今回音声はね、後付けの音声になってます。後付けじゃないや、後のせサクサクスタイルですね。僕ね、後のせサクサクの方がね、好きなんですよね。ずっとね、入れといてね、ふやけちゃうのはそんなに好きじゃなくてね、とか言ってる間に成虫出てきました。ちなみにこの幼虫 11g だったかな。もうね、産卵セットの中にずっと一緒にいて、オスもメスも。で、メスはね、羽化しちゃったくらいに掘り出して、で、その時にね、オスが産例のね、終わり頃だったんですよね。それでオスだけこの容器に動かして、そのまま成虫までって感じでね、まあオスとメスとね、あんまり時期がずれなかったんでね、類代には苦労しないっていう意味じゃね、良かったかもしれないです。まあ、63g ですって、63mm ですって、 63g ってえらいことなのに。まあ、小さい個体はね、こんな感じになります。このくらいの大きさだとね、かなりクラトスのでっかいやつかなって思っちゃいますけどね、ちゃんとインペラトールです。ついでにですね、パプアニューギニアつながりでね、パプアヒラタが1頭羽化してたんでね、ついでにこっちもね、掘っていこうかと思います。今回はね、一応禁止瓶に入れたんですけどね、ワイルドからの類代でね、そんなにやっぱ禁止をね、慣れてなくて、やっぱマットで良かったかなって思いますね。はい、こんな感じですね。太さはね、よく出ました。大きさもね、一応測りますけどね、まあ52ミリだったかな。まあちっちゃいですよね。レコードがね、60ミリぴったりぐらいかな。まあレコードを狙ってないんで、まあとりあえずね、パプアヒラタもね、ずっと惰性できちゃってるんですよね。はい、でね、パプアヒラタもね、掘り出し終わりましたけれども、そう、パプアヒラタはね、惰性できちゃってるんですよね。あんまり大きいのをね、出そうとも思わず、とりあえず類代していこうかなって、そんなにね、根詰めてやる種類でもないかなと思ってるんで、って感じですかね。で、インペラトール、まあ何匹か見えてるんですけどね、とりあえずね、この見えてる幼虫を先にね、回収していこうと思います。ちなみになんですけどね、使ったマットはフォーテックの産卵一番で、水分をね、今回はちょっと多めにしました。ね、10リットルあたりね、1リットルぐらい入れてましたね。で、下に4匹見えてるんでね、この4匹をね、先に回収しようと思います。でね、ここでね、メスが出てきました。まだね、元気そうなんでね、もう一回餌を食べさせてから産卵セットにね、入れようかと思います。
はい、ここからね3倍速ちょっと早送りでね進めようかと思います。で最後のね真ん中の方にいたね一頭、これをね回収しないと、回収しないと、いやほら早く回収してよ。はい、回収してね、これで見えてた幼虫はね全部ですね回収しました。はい、でここでね卵を見つけちゃうんですよね。卵、幼虫がねそこそこ初齢の割に大きくなってたことを考えるとね、最初に産んでからちょっと産むのをやめちゃって最近ねまた産み始めたかなっていう感じだと推測します。なのでねやっぱりもう一回メスはね産卵セットに今入れてます。でこれここからはね卵を回収する作業がねほぼほぼメインになってくる動画になっちゃいます。はい、こっからねまた3倍速です。卵もねこれどうも産み始めみたいでそんなにね数多くなかったんですよね。インペラトールって低温にしなきゃとかそういうね低温種っていうイメージがあるんですけどね、温度が合っちゃえばね産卵自体はねほとんどメタリフェルと変わんないかなっていう感じがあります。また卵出てきましたね。なんでねメタリフェルがね卵が取れた方はねインペラトールもね大丈夫だと思いますんでね、機会があったらインペラトールもねやってみてください。ただね幼虫の期間がねメタリよりもちょっと長いですよね。でやっぱ大きい個体を作ろうと思ったらそこそこ低温の環境を用意しないといけないっていうのがちょっとね大変かと思いますけど、大型のねキクロの中だとねメタリフェルの次に楽なのはおそらくインペラトールだと思いますんでね。で卵ですね、大きさがねだいたい直径でねコンマ5ミリぐらいになりますね。ちっちゃいですね、やっぱメスがちっちゃいだけあるんでねちっちゃいです。だいたいねオオクワガタとかのね半分くらいの大きさだとね思ってくれればいいかと思います。はい、ということでね実はあれ以降ね幼虫は出てこなかったんですよね。で幼虫がね4頭で卵がね6束っていうねことになりました。今回もねこんな感じです。またね何個かセット組んでるんでね自分で来期ブリードする分くらいはね取りたいと思います。今回はねこんな感じで終わろうかと思います。またね次の動画もねよろしくお願いします。それではありがとうございました。